高田みのる、高田みのる、高田実、みのる、1899年、明治32年12月20日から1977年、昭和52年12月27日は、大正、昭和期の俳優、映画プロデューサーである。本名同じ。旧芸名は、高田のぼる。妻は、元女優の三吉三子。無声映画、初期陶器映画時代に、 松竹鎌田撮影所や新興記念場などで活躍した二枚メスターである。初期は浅草オペラの舞台で活躍。戦後は東宝、テレビドラマなどで脇役として長く活躍した。1899年、明治32年12月20日、秋田県小月郡東成瀬村に、旧藩の御殿医者の息子として生まれる。1917年、大正6年、 ドイツ学協会学校中学部、現在の独協中学校、高等学校を卒業後、東洋音楽学校、現在の東京音楽大学に入る。1918年、大正7年、同学校を中退して、同教の先輩である石井清の一座に入り、高田登という芸名で、浅草オペラの舞台に立つ。1919年、大正8年、 石を中心とするオリエンタル協会が結成さ日本各地から朝鮮あたりまで巡業するがこの間前年に日本はロシア革命干渉を目的とするシベリア出兵を開始しており高田は1920年大正9年に騎兵第8連隊に所属して従軍する1922年大正11年10月陸軍中尉で帰還し除隊 1923年、大正12年、博多で、現代劇者を創立し、再び舞台に立つ。1924年、大正13年、帝国キネマ、アシア撮影所に入社。芸名も、本名の高田実と改名し、同年、松本栄一監督のサイレント映画、大東伝で、映画デビュー。以後、7日後して、緑史病などに、 早くとして出演するが、主役は得られず、同年9月、東脇根真紅葉撮影所に移籍する。同年、山本果次郎監督の入社第一作、弾運で、鈴木隅子の恋人役に要され、悪人のために殺され、鈴木隅子扮する恋人は発狂し、夕日が落ちて、この悲劇の上に弾運が流れるというなんとも、救いようのないドラマの主人公ではあったが、高田はこれで、 ようやく映画俳優としての将来に希望を持つことができたという。以後、風刺商品集、若者よさらばなど、多数の作品で主演を務め大活躍する。また、1925年、大正14年、日活、小竹と共作になった、坂田重則監督映画、第一は微笑む前後編で主役の大学生、村田慶一に抜擢されるが、日活では、当時新人だった。 中野英治、松竹では、井上正夫が演じた。その後、竹村忍とコンビを組んで、恋は、死よりも、強し、爆弾児など、多数の作品で共演する。1926年、大正15年、次第に竹村との活撃に嫌気がさした高田は、東秋紀ネマを退社し、独立制作発生映画賞を創立するも失敗に、終わり、1927年、 昭和2年、東亜キネワに復帰する。当人撮影所で、長尾白区監督映画、王政復古などに出演したが、映画監督の小沢徳次が1928年、昭和3年6月に創立した小沢映画連盟に誘われて入社。スリの家、南方の秘密に主演を務めたが、間もなく解散。同年10月、再び、東亜キネワへ戻り、 再び多数の作品で主演を務めた。映画デビューから5年間の間に頻品にところを変える、瞑想ぶりであった、高田だが、1929年、昭和4年7月、今度は、松竹蒲田撮影所に移籍。岩田ゆ吉ちらに代わる2枚目俳優として起用される。同撮影所の初主演作品は、同年の津安次郎監督映画、 大学は出たけれどであり、大学は出たけれど不景気時代で就職口のない、青年を演じ、田舎から田中絹を扮する、婚約者を連れて上京してきた母親との間に、悲劇を巻き起こすという内容である。商品ではあったが、小津一流のユーモアとペシミズムを持った加作と言われ、高田は、先の良い第二のスタートを切る。以後、八雲恵美子、及川美智子、栗島コ、子。 田中紀のよらと共演し、鈴木伝明、岡田時彦と並んで、松竹三番ガラスと称されるようになる。1930年、昭和5年に1月、岡田と共に幹部に昇格し、多数の作品に主演した。1931年、昭和6年9月、鈴木が、富士映画社を創立するに及び、岡田と共に、同撮影所を脱退して参加する。 1932年、昭和7年3月、同撮影賞。この間に数本の映画に出演した後、解散目前の同年末に岡田と共に、新興キネマ、渦政撮影所に移籍する。1933年、昭和8年、木村慶子監督映画、街の青空が入社第一作。しかし1934年、昭和9年1月、岡田が休止。 同年3月、久米正夫の人気小説を、田坂智隆監督が映画化した、ガツよりの死者で、当時人気絶頂だった、入江隆子と共演。入江憤する、高原療養所の看護婦と恋を囁く胸を病む、青年を演じ、この映画の大ヒットと共に、絶大な人気を得た。1934年9月、に、高田実プロダクションを設立。 新興キネマと提携して自らトーキー映画制作を行い、主演を務めた。サイレント映画時代には人気スターの独立プロが流行していたが、お金のかかるトーキーの時代になってからの独立プロは異例のことであった。しかし1936年、昭和11年11月、提携先の新興キネマの経営悪化により、首脳陣が小畜系に一新されると同時に、 スタープロダクションは解約され、同プロも、バンドをツサブロープロダクション、市川歌右衛門プロダクション、嵐勘十郎プロダクションと共に、同年12月の牛原宇津彦監督映画、暴風で主演したのを最後に解散を余儀なくされた。1937年、昭和12年2月、東宝の前身である、PCL 映画製作所に入社。 毎日新聞と東京日日新聞連載の吉谷、信子の人気小説を山本監督が映画化した夫の提操が高田入社第一作であり、一人の夫をめぐって入江、千葉幸子奮する二人の妻をめぐる慈悲メロドラマである。この作品も大ヒットし、高田の人気はピークに達する。同年9月、東方に完全吸収された後も1943年。 昭和18年の今井忠監督映画、暴露の決死体をはじめ、多数の作品に主演を務め、入江だけでなく、原節子、山田伊鈴とも共演している。しかし、戦争末期になると戦争映画の出演が多くなり、決戦の大空へ、加藤春戦闘隊などに出演。1945年、昭和20年、今井監督映画、愛と誓いに主演して間もなく、終戦を迎える。 戦後はほとんど脇役に回り、1947年、昭和22年の山本監督映画、新馬鹿時代前後編などに出演した後、フリーとなり、各映画社の作品に出演する。1958年、昭和33年から新東宝と契約して、数本の映画に出演した後、1959年、昭和34年半ばから、再び東宝に復帰。 また映画だけでなく、テレビドラマにも出演している。しかし1971年、昭和46年、石田勝新監督映画、昭和一桁社長対二桁社員月々日、水木金金を最後に映画界から退くが、1975年、昭和50年まで東方の専属俳優であった。1977年、 昭和52年12月27日午後2時42分、肝臓癌のため、東京都世田谷区の自宅で死去した。満78歳を移楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。